こんにちは、須藤めぐみです。今日も楽しく練習していきましょう。今日は54ページ43番の B になります。4分の3拍子セードアですね。では早速やっていきましょう。こんな感じになります。この曲の難しいところは普天音符と三連符をちゃんと分けて歌わないといけないということですね。これ、三連符みたいな普天音符にならないように、例えばドセドセラソみたいな感じ、ドセドセラソ全部三連符じゃんみたいな感じ、そうにならないようにドセちょっと不定音符だけね練習してからやると、どうせどうせどうせこのぐらい、これぐらいだよね。じゃあ3連符、どうせら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 で、これはこれこれはこれで分けて、どうせどうせらそーらそらそファミってやるとうまくいくんじゃないかなと思います。まあちょっとね、これもよくあることなんですけど、こう細かい音符でずっといったあと、一番最後の2小節なんていうことはないところなんですけど、これドーうんうんってなりますね。ドーうんうんっていう感じですかね。これ細かい音符の後に長い音符になるとやけに長く伸ばしてるなっていう感じになっちゃうんですよね。でここでまあこういうメトロノームなしで歌った場合、自分の気がせてね、1231みたいな急に速いカウントにならないように落ち着いて1231うんうんってなるようにしていかないとやけに短く切れちゃったみたいな感じになりますね。そしてあとは案外ね、主部音符って長いんですよ。で1231で切っちゃう人いるんですけど、1うん2が始まったところで初めて切れるんですよね。だからドー、ここで切れるんですよね。1231この主部音符は結構ね長いですよ。これをしっかり伸ばさないと音符がね短いなと、まあ私が試験官だったら、あ短かった、マイナス何点とかね、わかんないですけどマイナス何点にするのか知らないですけど、これぐらいでね、せっかくねこの難しいところを全部クリアしてきたのに、最後のここで減点みたいな、何間違った私と思ったら長さが短かったんかいみたいなね、そうなっちゃうと非常にもったいないですから、こういう最後の最後まで、ね、きっちり伸ばしていってください。それではね、もう一回やってみましょうか。ちょっとね息苦しくなってきたみたいな感じになりますけど、ここはね頑張って伸ばしてください。
それではまたお会いしましょう。